さあ始まりました。本日はタスマニアビーフカレーでございます。これが大好きなんですね。もうカレー界の王者ではないかとね、自負しております。自負ってのはおかしいですけどね、夫婦してます。暑いんでしょうかね。食べなさい。やーまた夫婦、あどんだけ猫舌なんだ。でも猫が横切っちゃいましたけどね。はい、暑いななんのって感じです。でも味はうまいってね感じですね。さあまだ夫婦してる。これ実はね結構暑かったんですね。撮影のために結構頑張ってるとねいう状況ですけどね。まだ夫婦言ってますけど、パックリかガブリといきました。はいね。そしてはい覚醒。さあ今度バナナでございますね。バナナね、皮をこうやってね剥いていただいて、そして、パクリといくのかなと思ったら、なんと絞るだけホイップですね。これで大活躍でございますね。はい、バナナの甘さだけじゃ足りないのかという感じですけどね、ガブリといきましたね。これが単純にもう想像皆さんしてくださいね。甘いバナナにそしてホイップ、これがねうまくないはずがないと、もう小踊りしちゃってますからね、この横でね。さらにこれがかけて、ちょっと横の方にもかけて、歯磨き粉かってぐらいねかけてパクリといきましたね。うまい、満足そうですねこの人。さあそしてですね、鮭でございます。焼き鮭でございますね。ちょっと焦げてもらうんですけどね。さあこれをですね、お父さんお子供行くのか、行くのか、行きました。ガブリと行っちゃいましたね。ちょっとね箸かなんかとほぐしながら食べるんじゃないんですね。もうガブリと行っちゃうんですねこの人はね。すごいね、行っちゃいました。さあそしてですね、お豆腐でございます。こちらがですね、ちょっとこのさっきの鮭がね塩分がねすごかったんで、もうねお醤油かけるのやめましたね。はい、そのまま行っちゃいましたね。はい、十分でございます。そしてきんぴらごぼうがもう最高ですね。こちらも本当によだれが今出ております。ナレーション入れながらね、バクリと行きましたね。満足、嬉しそうだ、本当に嬉しそうだ。そしてフルーツね、デザートでミックスフルーツ的なものですかね。はい、こちらバクリと行きました。はい覚醒。